いやー乱世乱世。どうもミスターブシドでございます。本日はどうするイエス補足解説。イエスの性質と側質編イエスーモテすぎだろめ。イエスー。ちょっと市場が入ってしまいましたが、えー、イエスの奥さんですね、えー。妻たちについて話したいと思います。まあ今回ですね、わかりやすく、えー、タイトルの方は性質と。 側質というふうに、ね、言いましたけども、まあ、この性質側質っていう言い方は江戸時代以降にね、えー、作られた言葉なので、まあ、今そのね歴史の歴史学会の中では、まあ、正裁別裁っていうね言い方が正しいと。 いう,ふうに言われてま,すまあただ、えー、まあねまだまだその「性質俗室」っていう言い方の方がなじみがあると思いますので、まあ、今回はあえてですね「えー、性質俗室」というねタイトルにしました。まあ、ともかくですね家康はもうめちゃめちゃ奥さんがいますね、まあ、子供もね16人ぐらいいますけども妻はですね正妻別妻合わせて20人以上いたと言われてますいやーなんてことだとね私は一人もいませんよ。ね、なのに 家庭20以上いるってねどういうことですかまあ、松潤イケメンですからねうん、もうあっちこっちに手出しててもしょうがないのかなと思いますけどねよくねえよよくねえよ松潤みたいなさイケメンがさ女の子をこうたくさんね行っちゃうからさ我々みたいなひもてが余るんじゃないんですか ちょっと話が逸れちゃいましたけども、もまあ、ともかくですねえー。家康はたくさん奥さんがいました。今回はその中でもですね。まあ、ちょっとよく分かってない人もいるので、まあ、特に有名な人をですね。ピックアップして紹介していきたいと思います。まあ、どうする家康の中にもね。まあ、これぐらいの、えー、人たちはじゃね。出てくるんじゃないかなというところでね。まあ、どんな、えー、妻がいたのか、そしてどういうこうね。産んだのかというところをね。解説していきたいと思います。それでは行きましょう。家康の性質と側室のお話でございます。さあ、まずですね。家康の性質ま制、あ、裁はですね。2人いました。 まあ最初は月山殿ですね、まあ、これはね、ドアラマに出てますけども、セナという名前で、有名は月山殿でございます。で月山殿は、一五百五十九年に信康、長男の信康、一五百六十年に長女の亀姫の二人の子を産んでますね。はいまあ、信康はね、超有名ですけども、まあ、亀姫の方は、えー、奥平信政っていうですね。えー、三河の国とね、東遠江の、ね、国の境ぐらいにいる。えー 奥平氏っていうところの、えー、人の、ね、妻になって、まあ、この、えー、奥平氏も非常に重要な、ね、ポジションの人物なので、まあ、同盟関係を結ぶために、まあ、そこの妻になっていますよという人物ですね、まあ、2人こう産んでいます、まあ、しかしですねこの、えー、信康と亀姫が生まれたのは家康がまだ、えー、駿府にいた頃ですね桶狭間の戦いで、えー、今川義元が死んでですね、えー、家康は独立する前に、えー、この、ね、2人の子は生まれていますがそれ以降はですね、えー、一切このまま生まれていないんですよねはい。 まあそれはですねこの吉本が死んだ後、家康が今川家を裏切って独立したことによって、まあ月山殿と家康の関係がね悪くなってしまったからというふうにまあ従来はね説明されることが多かったです。まあ実際のところはねよく分かっていません。まあよく分かっていませんがまあ僕は、ね、そういうのはあるのかなとは思いますね。一切子供ができてないっていうのがね二人産んでるのにね三人目がずっとできなかったっていうのはちょっと不自然かなって思うのでまあ実際に、えー、家康と月山殿は別居もねしてますしね岡崎城のちょっと離れた月山というところに住んでいたから月山殿って言われてるわけですし、まあ僕は仲悪かった たんじゃないかなというふうに思っています。身も蓋もないですけどね。まあドラマでは仲良くやってますけどね。まだ、えー、ね、信長事件が起きるまではね。うん、まあ、ただここは諸説あります。そし二人しか産んでいません。で、えー、その信長事件が起きて、月山殿が死んでしまった後に、新しくですね、正式な妻として迎えたのが朝日姫でございます。はい。この朝日姫っていうのは豊臣秀吉ですね。えー、まあ橋場秀吉にしましょうかね。橋場秀吉の妹にあたる人物です。 これは秀吉と家康が激しく争っていた小牧七福天の戦い以降ですね、まあ、ずっと対立関係が続いていたんですがもういい加減仲直りしようとお互い辛いから仲直りしようというところで、まあ、同盟を結ぶために家、まあ、康の方からお願いして、えー、秀吉の妹を迎えたというふうに言われています、はいまあ、この朝日姫、えー、1586年に結婚してるわけですけどもなんと44歳でした。 はい、で家康は45歳なんですよね。だいぶ、えー、晩年の結婚になります。まあ、なので、朝姫もね、もともと若い頃は多分、誰かね、旦那がいたんでしょうけども、まあ、未亡人になっていたのか、まあ、秀吉に言われて、ね、離婚したのか、ちょっと詳しいことはわかりませんけども、えー、44歳という年齢で家康と結婚しました。えー、なので、当然、えー、子供はこの二人の間にはいません。で、間もなくして朝日姫も病気で亡くなってしまうというところがありました。まあ、朝姫と、ね、家康に関しては、あくまでその政略結婚なので、まあ、そんな仲良くなかったとかね、えー、朝姫もその今日の 方で暮らしていますので、別居してたっていうのもありますので、まあ仲良くなかった形だけの夫婦関係だったっていう説もまあ,ありますけどね。実際のところはね。どうだったんでしょうか？まあどうする？家康でね。どういう風に描かれるのかね？その辺もね。注目したいですね。あの、山岡総八原作の徳川家康では、この朝日姫とえ家康はすごい仲良かったですね。その秀吉ま太閤殿下をね。 支えていきますっていう風にまあイが決意して迎えた奥さんなんでね、まあ、非常に仲良かったりとかするんですけども、まあ、どうする家康でね、誰が演じるのか、えー、どんなようにね二人の関係がいかれるのか、まあ、楽しみでございます。まあ、秀吉の妹ですからね、まあちょっと美貌の方はねちょっとムムム,ムってね感じしますけどね、秀吉がちょっとね猿すぎますからね、うん、どんな感じのね女性だったんでしょうか。 はい。そしてまあこの、えー、制裁はこの2人だけですねこの朝日姫が亡くなった後はもう家康は制裁を取るということはありませんでしたまあねもう、えー、秀吉以上のですね自分より格の高い人間がいませんから他にね制裁を迎える必要もありませんしね、えー、必要なかったというところだと思うんですがまあ、後継ぎを残すためにはたくさんね子供を産んでもらわないといけませんから、えー、即失、まあ、すなわち別裁を大量に家康は抱えております まあこっからは別菜のね。解説をしていきましょう。まあ、まずはですね。築山殿がまだいた頃の、えー、妻たちですね。 西郡のつぼ、ね、これはもうすでに「どうする家康」の中でもね描かれましたおようという、ね、名前で呼ばれてましたけども西郡の局は1565年ですねまさに家康がその三河を、ね、統一せぞって,言って頑張っていた頃にえおそらく側室妻として迎えて徳姫という、ね、子供を生まれておりますこの徳姫は後に北条氏直と婚姻することによって北条家と徳川家の同盟関係をね強固にする役割を果たしています、まあ、ただですねこの西郡の局の出産 つまり徳姫がね生まれた、えー、年に関してはですね、まあ、1565年節と1575年節10年も開いてるんですね、うん、すごい2つ節があってめちゃめちゃ10年も離れちゃってるんでちょっとまだ、えー、分,かり分からないっていうねところが結構あるみたいです、まあ、これはですね、えー、本編解説の中でもね話してますので、えー、概要欄にねリンク貼っておきますので、まあ、詳しく知りたいという方はそちらのね動画をご覧くださいさあそして、えー、次の、えー、別祭はですね「古豪の局、ね」えー「おまん」というね通称でもね有名ですね えー、この人は結城秀康というですね。ま家、あ、康の次男を産んでおります。1574年のことなんですが、まく、あ、ちょっとここに関してはですね。いろいろと一悶着あったみたいで、まあ、秀康って次男ですよね。で、えー、信康は信康事件で死んじゃってるので、まあ、順当に行けばこの秀康が家康のね。あを継ぎそうなもんなんですが。まあ、秀康はね。皆さんご存知の通り、後を継いでなくて、三男の秀忠が。 家康の後を継いでね正義退職になってますよねはいまあ、そこにはどういった理由があったのかっていうのはですねここで、えー、ちょっとね話しておきたいと思いますはい。えー、まずですねこの秀康はなんか双子だったっていうね説もありますね、はい、実は双子だったらしいですでまぁ、あ、双子っていうのはあの当時はねすごいそのなんか、うん、意味嫌われるというかやっぱちょっと不気味ってなったんでしょうねその めったに生まれることないですかねしかも顔が一緒っていうのでなんで双子っては結構意味嫌われてしまうみたいなのもあったらしくてでこの秀康の弟の方は早くに死んだということにされていますでも実際は生存を隠蔽されて別の家の養子に入ってね生き延びていたっていうね話もあったりとかするんですがそういったちょっと生まれながらにしてちょっといわくがついちゃってたっていうところがあったのとそれからですね築山殿がこの古郷局と秀康のことをですね認知していなかった認めていなかったというふうに言われています。 まあこのあたりもね今、非常にその研究がえ活発になってきていてまあこれからどんどん明かされてくるんでしょうけどもまあ当時はですねその戦国大名といえど好き放題妻を抱えて好き放題子供を産ませるみたいなことはですねまあ簡単にはできなかったそうですえちゃんとそのいわゆる奥って言われるねその女性がまあ子供を産んだりとかするっていうことに関しては制裁がそれを取り仕切るっていうね決まりがあったそうですはいなのでちゃんと制裁が えこうねどうせる家康の中でもね描かれてましたけど制裁がその側室別裁を選ぶみたいなこともあって女性関係の管理を制裁がするっっていう決まりがあったわけですでもこの「古郷局宗」に関しては家康が築山殿からえ承認を得ずにですねま勝手にえ妊娠させてしまったっていうところがあってまあ築山殿が「いや認めてないんですけど」こういうのはちゃんと手続きをして私が認めた上でねその家臣の一人となって えー、主君の子を産むっていう、まあ、仕事ですからねちゃんと手続きを踏んでやらなきゃいけないのに何勝手に産ませてんねんっていう話で、まあ、月山殿が怒ってです、ね、認知しなかったというふうに言われています。まあ、これが、ね、なんか月山殿の嫉妬だったっねよく言われたりとかもするんですが、まあ、それは非常に矮小化、えー、された考えで、まあ、決して単なる嫉妬っていう話ではなく当時の,そのルールとして。 えー、社会通念として勝手に戦国大名といえど勝手に、えー、愛人を作って子供を産ませるなんてことをしてはいけなかったわけですね。はい、それをしてしまったので、まあ、秀康は生まれながらにして、えー、ちょっと立場がないというね、えー、家康の子供として認められないという、まあ、そんな、えー、苦しい立場にいたそうです。でおいおい、まあ、築山殿がね死んだ後はですね多少は、まあ、扱いもね良くなったのか、えー、その後は、えー、秀吉の、まあ、扱いがくなったともね言えないかもしれないですけど秀吉の人質となってねで秀吉の養子になって羽柴秀康となってます。 だから、秀康の秀っていう字も、秀吉の秀ですね。秀吉の子になって、秀康と名乗ってるわけです。で、後に、後々、あの結城家っていう、関東の名門ですね。 あの鎌倉殿の13人にも出ましたけども結城統光っていうねえ御家人がいましたけどもその子孫ですねその子孫にあたる結城家のえ名跡を継いで、まあ、結城秀康という名前でえ有名です、まあ、ただえやはりですね、まあ、この秀康自身も結構早く死んでしまうんですが30代でね死んじゃうんですけども、えー、そういうね生まれについていろいろと、まあ、難癖がついてしまっていたので、まあ、家康の跡継ぎとは認められずにえ秀忠の方がですね三男の秀忠の方が2代目の征夷大将に、ね、なっていますよね。はい、でそんんな秀康を生んだ次のですね側室 別妻は西郷のツボネと言われる女性です、まあ、この女性に関しても羊がいろいろ言われていてねまだよく分かっていない、えー、ところもあるんですが、えー、西郷氏っていうね、えー、この国衆のところの養、まあ、女になっていたので、まあ、西郷の局と言われてるんですが、まあ、通称はお愛の方ですね、はいえー、私も大好きな広瀬アリスさんがですね今回は「どうする家康」演じるということでいやー楽しみですな。はいまあ、この月山堂の次の山次ヒロインに なるると思われる人物です、まあ、家康のね最愛の女性なんて言われたりすることもありますけどねこの最西郷局が秀忠を生んでいますこの秀忠が生まれたのが1579年で、まあ、非常に絶妙な時期に生まれてるんですよね。1579年といえばそう信康事件で、えー、長男信康が死んだ年ですね。はい、なのでおそ、まあ、らくもうこの時点で、えー、この最西郷局が、えー、妊娠した時点では築、えー、山殿と信康 そして家康の関係っていうのは多分最悪の状況になっていておそ、まあ、らく築山殿も認めていなかったでしょうね秀康の時と同じように認知はしていなかったでしょうでももう家康もそんなん関係ねえともう関係ねえわっていうことでいいよと、うん、これから秀忠を。 自分の跡継ぎにしちゃうからっていう感じで生ませたんじゃないかというふうにも、えー、推測されています、まあ、むしろ秀忠が生まれたからこそもう跡継ぎはね、まあ、男の子って言ってもね、まあ、すぐに死んじゃう当時はね医療が発達してませんのですぐに死んじゃう可能性も全然あるので安心はできませんけども、まあ、とりあえず跡、えー、継ぎとしてね生まれたというところでもう信康を斬るというね判断もできるということになってまあ冷血にもですね信康を斬って秀忠を跡継ぎに据えたというふうな考えもできなくはありません。なんといっても秀忠は、えー、子供の頃の名前が長丸っていうね 陽明なんですよねだから長丸の長っていうのは長男の長を意味してるんじゃないかというねいう研究者の方もいますだから家康としてはもう秀田を長男にしちゃおう信安は殺そうというふうに思って、えー、まあ信安事件のねこう最後のこう信安を、えー、切腹に追い込んだのは秀田の長丸の存在があったのかもしれませんよねまあこの辺りどうなるのかねまあ、ちょっと信安事件は本当に本当にちょっと辛い話になりますんでまあこうどうする家康もまあ最大のどうするポイントになるんじゃないかと思ってますけどね まあそこにはおそらくこの,最後のツボネ「最西郷局広瀬アリス」さんがね関わってくるかと思いますのでいやーちょっとなんか、まあ、悪い女には書かないでほしいなちょ瀬名がねすごいいい子になってるから従来はもう瀬名が築山殿がそもそも悪女でどうしようもねえから殺されて当然だみたいな感じねで最後の西郷局はいい奥さんだった」みたいな風にされがちなんですけども今回は瀬名がいい感じだからねちょっとどうなるのかまあここ最西郷局と築山殿の関係とかもどんな風に描かれるのか非常に気になりますね。 まあ、歴史的に、記録的にはあまりね、分かってないことが多いですからね。はい。で、えー、その翌年ですね、千五百八十年には、え、松平忠義。え、四男の忠義も産んでいます。まあ、立て続けに男の子をね、二人産んでるわけですね。まあ、家康が最も愛したっていうのもね、納得できるかなと思います。やっぱり男の子をね、産んでくれるっていうのは、非常に当時のね。価値観で言いますとね。頼りになる、女性という,ふうにね、見られているんだと思います。 はい、えさらに1580年には、えー、両運院という、ね、別の、えー、妻との間に振姫というね、えー、お姫様が生まれています。振、はい、姫は後に賀茂、えー、家だったりとか旦那さんが、ね、死んでしまった後は浅野家に嫁いだりとかねしてるんですけども、まあ、有力な、えー、大名のところに嫁いだ女性です。はいまあ、こんなふうにですね本当にそ,のそれまでなかなかね築山殿と家康の間に子供が生まれなくてで秀康はせっかく生まれたけど築山殿に認知されなかったみたいなことがあった中で立て続けにポンポンポンと。 3人も生まれちゃってるんですよね生まれちゃってるって言い方するくないかもしれないけどこれはやっぱりその制裁がその夫の、えーまあ、性行為といいますかね、まあ、子作りに関して非常に、まあ、厳しい統制を行っていたんじゃないかというまあその一つの材料にもなってるんですよね考察の材料に。もう築山殿がいなくなったからこそ、うん、家康はいっぱい、ね、いっぱい嫁さんを作って次々と、えー、子供をね産ませることができたみたいなね、えー、そういう推測もされてるわけですよ。 まあ、織田信長なんかもねその機長濃姫がね非常に有名ですけども、まあ、一説には濃姫は早くに亡くなってしまったというふうに言われてますよね。なので、えー、信長には制裁がずっといないんですよね早くもし濃姫が亡くなっていたとしたら。なので制裁その夫の、まあ、子作りをコントロールする存在がいなかったので信長はどん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 ね側室、えー、を持って子供を作らせたんじゃないかとかねそういう考え方もできるわけなので、まあ、ちょっとここはですね今後その戦国大名の、まあ、子作りだったりとか嫁作りみたいなところは。 いかんせん資料が少ないんでこれまではなかなか研究が進められてなかったんでね、まあ、そういったところからですねいろいろ見えてくるところがあってまあちょっとねあの僕も楽しみにしてるんですけども秀吉なんかもめちゃめちゃたくさんその妻がいたにもかかわらず子供がね秀頼しかいなかったわけですよ。それは秀吉に種がなかったなんていうね言い方がされていて種なしでで、えー、その淀殿がね他の男と不倫して。 でできた子で秀頼は秀吉の子じゃないっていうのがまあ通説なんですけどもこのその制裁がねコントロールしていたっていう説が立証されればもしかしたら北の真んところつまりネネですよねネネが秀吉のその子作りを管理していて信長のね血を引いている養殿との間にしか子作りすることを認めなかった。だからたたくさん妻がいたのに えー、子供がね、えー、養父との間にしか生まれなかったっていう、まあ、説も成り立つわけなんで、決して秀吉がね、実は種なしじゃなかったみたいな、えー、ことも言えたりするわけですよ。だから僕はちょっとね、その辺は秀吉がすごい好きなので、今後ね、この、まあ、戦国大名と女性の関係、明らかになっていくのは、ね、非常に楽しみでございます。はいで、関東に威風された後ですね、江戸城に入った後の、えー、家康もですね、もうすごい年取ってるんですよ。50代とかなのに ガガンガン小作りしてますねすごいよね当時もなんかそういうのあったのかなあのなんかね赤ひげ薬局みたいなものがねあったんですかねちょっと想像できないですけどねすごいですよねたくさん子れも作ってます、えー、有名なのは「えー、チャーのつぼね」「チャー」ってねかわいいですね チャーのツボネとのの間に松平タラテル生ままれれてすすねこれは年の子です、まあ、ちょっとね松平忠ルとね家康はあんまり仲良くなかったみたいなね話もあったりとかしますけども「えー、チャ茶のツボネとの間に松平忠ルそして、えー、1600年には宋王院というね、えー、別妻との間に徳川義直がね生まれておりますこの人は旧なんですかね家康の旧なんなるんですが、まあ、将来的に尾張藩の藩主になって、えー、徳川御三家のの一つになるわけですね。 ヨウジュという女性との間には1602年に頼信、ノブ1603年に頼リの二人が生まれておりまして、まあ、この二人もそれぞれ紀州藩の藩主水戸藩の藩主五三家になっているわけですねこの五三家の祖っていうのはだいぶ後半に、ね、生まれた子供たちから、ね、出ているわけですね、はいまあ、江戸に入って 後で義直とかね頼信とか、まあ、彼らは戦には出てませんから、まあ、完全に太平の世で育っている、まあ、家光とかと、ね、同じような立場なわけですけども、まあ、逆になんかそういうねもうあのこれからは太平の世だからっていうことで、まあ、政治的な。 こととだったりとか、ね、できればいいのでもうその別に戦を知らなくても、ね、いいというところもあったのかもしれないし、まあ、そういう,もう安定した世の中で育ってますからね英才教育とかもしっかりできて、まあ、なかなか頼れる存在だったのかもしれませんけども、まあ、この、えー、後半にね1600年代に生まれてる3人がそれぞれ御三家になっているというところがあるわけでございます。 さあ、他にもですね、まあ、たくさんいるんですよ、栄松院だったりとかね、あとは、えー、とお夏っていうね、えー、これも1597年だったかな、家康ん56歳ぐらいの時に、ね、結婚してる相手がいたりとかね、まあ、とにかくたくさんいますけども、まあ、今回は、えー、特に有名な、ね、人物をピックアップして紹介いたしました。いや、ー、これね、本当に、ねまあ、当時の、あくまで当時の感覚からしたらね、まあ、全然別に普通のことなのかもしれませんけども。 ぎをねたくさん残すっていうのも大事なことですからねまあでもこれをちょっとどうする家康でね描くとですね、まあ、どんなふうなね反響があるのか楽しみですよねハーレムじゃねえかとハーレムじゃねえかよといいだろうもう松潤はさもう十分現実世界でハーレムしてるんでしょねいいじゃんもうドラマの中までやんなくてなんだよ羨ましいよ広瀬アリスと結婚できるなんてさ有村架純の次に広瀬アリスってさ まあ今回、ちょっと市場がいろいろ入ってしまいましたけどはいというわけで、ソ、え、ン、ー、のね、性質と側室の解説でございました、えー、何かね、えー、質問などございましたら、えー、コメント欄の方にコメントお願いいたします。それではままたお会いししょうさあじゃあ